石川県道8号末東海の気線は、石川県白山市木津町とか、北州の木を結ぶ県道である。起点の白山市木津交差点により北に進み、大型ショッピングモールなどが立ち並ぶ国道8号と、接続、国道8号と重複して北上し、から東交差点に至る。同交差点で、国道8号から折れて離れ、金沢外環状道路界側幹線に入る。 JR 北陸本線下をくぐり、北陸自動車道下をくぐる。金沢市先行寺町で、同市加年市地区を経る現道と、金沢外環状道路界が和線に沿って、同市自中交差点へ至る振動に分かれる。現道は、海浜公園前交差点までの約500メートルほど、片側1車線となるが、再び片側2車線に戻り、同市西警察署前交差点に至る。 一方、振動は引き続き2車線で、同市自中交差点で西に折れ、石川県道17号金沢高線と重複し、西警察署前交差点で県道と交差する。西警察署前交差点からは、おおむね北東方向に進み、金沢港を通り、北間町交差点で西に折れる。その後、内永港大橋で大野川を渡り、下北郡内永町に入る。 道庁朝日川河交差点で、再び北東方向に折れ、北陸鉄道朝野川線に突き当たる。クランク状に折れながら高泡ヶ崎踏切で、朝野川線を渡った後、新行を橋の下をくぐり、内灘橋で河北片方水路を渡る。そのまま、内灘砂丘東下を北東方向に進み、河北市に入る。道市大崎西交差点から道市大崎、内曾地区内を通り、 内曾住交差点で国道159号と交わる。50メートルほど東へ国道159号と重複した後、内曾並交差点から再び北東に向きを取り、宇野家大橋で JR7 尾線を渡り、終点の7、久保東交差点に至る。白山市内、内灘町地内は片側1車線であるが、金沢市福松町から世伝交差点は、 金沢外環状道路会が和線の速道として片側2車線で整備されている。また、現道の金沢市海浜公園口交差点から北環状交差点及び内灘港大橋は臨港道路として片側2車線で整備されている。反面、河北市大崎西交差点から内暦交差点までは片側1車線ではあるが、幅が狭くカーブが多い。 なお、大崎西交差点から、内椅子西交差点を経て、内椅子並み交差点に至る河北片間宅地に沿った、片側一車線のバイパス的な役割の道がある。ありがとうございます。